ひなチャンネル。今日は何？スキップとローファーの感想を？急にどうした？いや、今回はなんか面白かったので簡単な感想でもしようかなってね。ちなみに配信でしか見てないので録画感想になるな。あのさ、そもそもスキップとローファーってタイトルなんなの？女の子がスキップで男の子がローファー。男の子はともかく、女の子はどう見ても日本人やろ。なぜそうなる？キャロル&チューズデーとかタイガー&バニーとか足立と島村とかマドカマギカみたいな感じなのかなってね。マドマギのマギカは名前じゃないけどな。マギカちゃんなんておらんやろ。言われてみればそうね。ちなみにマギカ、わらてん語で魔法のって意味なんだよ。要約すると魔法のマドカって意味だな。マドマギはいいからさ、スキックとローファーは何なの？以前作者の高松美咲先生のインタビューを引用するな。自分を大きく見せようとするけど失敗することもある。思春期の学生たちを描く上で軽やかな気持ちになればいいなと思い、スキップという言葉と学生のアイコンであるローファーをつなげてスキップとローファーになりました。確かになんとなく軽やかな印象があるよね。作画が女性っぽいなと思っていたけど、作者はやっぱり女性だったんだね。以前も言ったけど、月刊アフタヌーンで連載されており、掲載されているのは青年誌なんだよな。鬼滅の刃の後藤家先生もだけど、最近は少年誌や青年誌で連載する女性作者が活躍しているよな。私も最初は鬼滅の刃の作者が女性って知った時は驚いたわ。あの作画だし本当にすごいよな。この辺りの紹介はリクエストがあるようなら今後動画を作っても面白いかもな。少年誌や青年誌に連載の女性漫画家ってやつ、これはこれで興味あるわね。それじゃスキックとローファーの感想いきなさいよ。雑談で終わっちゃうわよ。確かにそうだな。まずうちは原作読まずにアニメを見ていたんだけど、この2人は男女の友情のままで恋愛に発展すんのか、こんな感じで見ていたんだよね。都会のイケメンボーイが田舎の娘に惚れないよねみたいな感じなの？それより主役のみつみちゃんが恋愛に興味なさそうでさ、イケメンボーイの島くんが純粋なみつみちゃんに惹かれてもその逆はないんじゃと思いつつ見てたんだ。それが恋愛に発展しちゃったのね。今回のエピソードはまさにみつみちゃんが島くんに対し恋愛感情を持っているって自覚したんだよね。島くんがみつみちゃんに対し同じ感情を持っているかはわからないけどな。あらあら、ついにラブコメに発展したのね。この流れに持っていくまでの展開がよくできていて、冒頭から地元の親友であるふみちゃんと恋話するも、恋愛の感情を知らないみつみちゃんにとってはどんな気持ちなのかわからないって反応で、これがまさにフラグだったよな。まさか自分が恋愛するなんてってやつね。めちゃくちゃ青春恋愛してるじゃん。そこに気づくまでの経緯がいいんだよな。最初は自由な生活をしている島くんに対し不安を持ってしまうみつみちゃんなんだよな。どうしてもお互いの価値観の違いが出てしまったな。価値観なんて人それぞれだもんね。そんな自分の不安から来る妄想と他の人から聞いた噂で悪いイメージを持ってしまうんだよな。そんな湿った気持ちを持っているとようやく投稿してきた島くんを見て安心するも、自分の気持ちが乱されてしまったせいか悪いように態度に出てしまったよな。みつみちゃんは真面目だから島くんの行動を理解できなかったのね。梅雨の雨が降っている中、教室で二人きりになり気まずい雰囲気のまま学級代表の業務を始めたな。普段のコミカルな感じではなく湿った雰囲気で会話が始まったな。なんかあんたらしくない感想の表現ね。カッコつけなくていいわよ。青春を語りたいんだよ。あんたは青春時代なかったもんね。そしてこの二人が初めて険悪になるな。沈黙の状態から気を使うように話しかける島くん、会話をしていると自分が想像していた不安な島くんが横切り、心配していた気持ちを伝えると、それはみつみちゃんにとってはでしょと1話で自分が言ったことを返されてしまったな。自分で言ったセリフを返されるとなんか恥ずかしくなっちゃうよね。多分みつみちゃんも同じような気持ちになって足早に教室を出て行ってしまったな。家に帰っても勉強は手につかず島くんのことを考えてしまう。島くんは今まで周りの人のことを気にかけることもなかったのに、友達にみつみちゃんのことを相談してしまう。お互いが恋愛感情を意識していないのに気にしてることがわかるよな。じれったいわね。告白シーンは何話なの？知らんし。教室でよそよそしいみつみちゃんに対し、前回のエピソードで距離感が変わったミカちゃんとの会話シーンも良かったよな。この子は性悪だったのね。前回までは態度が悪かったな。でも今回はちゃんとアドバイスをしつつ混乱しているみつみちゃんを見て楽しんでるよな。やっぱり性悪じゃないの？そんなことないて。そしてみつみちゃんは勇気を出して自分から島くんに話しかけ、自分自身が思っていた気持ちを素直に伝える。告ったのね。ちゃうわ。
それに対し普段から自分のことを話さない島くんが話し出す。そしてみつみちゃんには周りの言う噂を聞いてほしくないと伝え、無事に仲直りするんだよな。青春してるわね。島くんは小学校以来の仲直りと笑っていたけど、これを見ていたみつみちゃん、ふみちゃんの会話を思い出し、自分自身が島くんに対し恋愛感情を持っていると気づいちゃうんだよ。島くんは友情と言ってるけど、これが恋愛感情に変わるのかどうか、それともすでに恋愛感情を持っているのか。これみつみちゃんが振られたら気まずいよね。同じ教室だし最悪やん。クラス内恋愛と社内恋愛は振られたり別れた後が気まずくなるから気をつけなきゃだな。最後にふみちゃんに電話するという、今回の最初と同じ展開でエピソードは終了。ようやくみつみちゃんの恋愛が始まり、これからストーリーがどのように進んでいくのか楽しみだな。本当に青春ラブコメ作品なのね。ニヤニヤしながら見れるわね。これから何かしら事件などが起きるのかもしれないが、今後の島くんの気持ちの変化を見守っていきたいな。私もヘラヘラしながら見てみるわ。相変わらずキモい反応だな。あんたよりマシよ。そんなわけで今回の感想はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。